こんにちは、デラブです。今回も名古屋の美味しいご飯屋さんを紹介していきます。まずは新栄に2023年4月にオープンした焼き鳥店に伺いました。店内はカウンター席、テーブル席と半個室席がありました。大衆的な雰囲気で活気がある店内で、店員さんの接客も丁寧でした。鶏肉料理がメニューの中心で、鶏のお造りも揃っていました。仲間との宴会で利用も可能ですし、一人でも楽しむことができました。お酒のメニューも揃っていました。味のお造りを注文、新鮮な味で甘みも感じられました。心を注文、風味と食感が良い心でした。鶏ねぎまと桃を注文、お肉は小ぶりですが旨味が凝縮されていました。ネギの香ばしい風味も良かったです。ぼんじりとせせりを注文、油が乗っていて食感も良かったです。青唐、だし巻き卵を注文、青唐の辛みと卵の甘みの相性が良く絶品でした。チキン南蛮フライを注文、衣がカリカリとしてジューシーで美味しかったです。鶏の竜田揚げを注文、衣がサクサクでお酒と合う濃い味付けでした。続いて飛騨牛が楽しめる焼肉店に伺いました。店内はテーブル席のみ、カップルシートもあるようでした。席はゆったりとしていて、仕切りで区切られているので半個室のような雰囲気でした。そして落ち着いた雰囲気でした。お肉は飛騨牛を中心に揃っていました。一人焼肉でも楽しむことができ、お酒メニューも揃っていました。店長の王道ポテサラを注文、芋感が濃厚でマッシュポテトのようでした。特上塩タンを注文、柔らかさもありほど良い食感が良かったです。炭火で焼く雰囲気も良かったです。上ロースを注文、口の中で溶けるような食感でした。上ハラミを注文、柔らかくジューシーなハラミでした。名古屋コーチンせせりを注文、味噌の味付けがよく名古屋コーチンの旨味も良かったです。イベリコ豚三段バラを注文、油の甘みと味噌の相性が良かったです。続いて錦二丁目にあるおばんざい店に伺いました。店内はカウンター席が中心で、テーブル席もありました。2階にも席があり、貸し切りなどもできるようでした。お通しは滑らかな豆腐でした。ポテトサラダを注文、いぶりがっこの食感が良かったです。きんぴらごぼうを注文、濃いめの味付けで日本酒との相性が良かったです。刺身盛り合わせを注文、新鮮で濃厚な味わいの刺身でした。ホッケ焼きを注文、油が乗ったホッケでジューシーでした。レモンを絞ると引き締まり違う味わいでした。コーチン塩焼きを注文、皮がカリカリで身に弾力があり美味しかったです。うなぎ白焼きを注文、サクッとして中は柔らかく脂が乗ったうなぎでした。
続いて2023年4月にオープンした小料理店に伺いました。店内はカウンター席のみ、高級感のある雰囲気で落ち着いて楽しめました。コースもアラカルトもあり、メニューは揃っていました。生マグロのお造りを注文。脂が乗ったマグロで肉厚で食べ応えありました。ズワイカニコーラ盛りを注文。プリプリの身で甘みもすごかったです。戻りカツオワラ焼きを注文。厚みがあり薬味もたっぷりでした。大和芋と畳イワシの揚げ出しを注文。出汁が優しい味わいで美味しかったです。和牛と九条ネギの冷しゃぶ温玉のせを注文。お肉がジューシーで夏らしい味わいでした。名古屋コーチン炭焼きを注文。皮がカリカリでジューシーで美味しかったです。大きなエビフライを注文。衣がサクサクでエビはプリプリでした。塩小豆アイスとも中を注文。甘さ控えめで小豆の風味も良かったです。もなかのサクサク感も良かったです。続いて平安通り近くの焼肉店に伺いました。店内はテーブル席のみ、週末に伺いましたが活気があり満席となっていました。店内は明るく気軽に楽しめる雰囲気で、家族で来ている方もいましたが一人でも楽しめました。ポテトサラダを注文。ごまだれがかかって甘みがありました。生タンを注文。柔らかいタンでジューシーでした。塩つらみを注文。脂身が少なくあっさりした味わい。脂が苦手な人におすすめです。ロースを注文。あっさり感もありほどよく脂が乗って美味しかったです。ハラミを注文。肉厚で柔らかくジューシーなハラミでした。石焼きガーリック飯を注文。ニンニクの風味が素晴らしく良い締めになりました。ご視聴ありがとうございました。また次回までさようなら。